どんなちっちゃい国でもね、うん、こんな無茶苦茶なね、日本みたいな主権侵害される状況にはならないんですよ。うん、皆さんこんにちは。今回は知ってはいけない2、日本の主権はこうして失われた、矢部さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ご説明いたします。はい、第二次世界大戦後、占領下で結ばれた極めて不平等な旧安保条約、それを対等な関係に変えたはずの安保改定ですが、結果日本の主権をさらに奪い取っていくことになってしまいます。アメリカによる支配ともいえるこの構造はなぜ続くのか。原因は日本のかつての首相がアメリカと結んだ3つの密約にありました。10万部を突破したベストセラー、知ってはいけないの著者が、戦後日本の最後の謎に挑みます。まずこの1の方は何を書いてあるかっていうと、はい、なぜその日本とアメリカのね、はい、ここまでおかしな関係が生まれたのか、はい、首都圏の上空が全部米軍に支配されてる。その今僕らが生きている1952年に独立した戦後日本というのは、はい、もともと朝鮮戦争への軍事支援を条件に米軍が独立を認めたということです。カーター・ B ・マグルーダー陸軍少将っていう人なんですけど、うんうん、この人が旧安保条約とその行政協定っていうのを書いてる、軍人が書いてるんです。はい、要するに米軍の思い通りに作られた、朝鮮戦争を戦うために思い通りに作られたのが旧安保条約だったっていう、それはまあ最初にできてしまったものはまあ仕方がない、うん、旧成長のため、うん、日本の復興のためには、うん、ただ、うん、改正してもなおっていうところですよね。うん、その旧安保条約の時はアメリカは米軍を日本およびその周辺に配備する権利を持つ、旧安保条約1条、うんうん、これ要するに何を言ってるかっていうと、日本の国土の自由使用と自由出撃、うん、日本全体を基地として使えるし、うん、国境を越えて自由に他国を攻撃できる。こんなね、こんな条約を結んでる国はないんですよ。それがどうして続いてるのかっていうと、この、まあ、今の安倍さんのおじいさんの岸首相が安保改定をしますよね、はい、1950年するんですけど、その3年前の1957年に首相になったすぐね、アメリカに行って、はい、それでまあこういう合意をするわけです、うん、安保改定に先立つ日米共同声明、うんうん、日本国内の米軍の配備と使用についてはアメリカが実行可能な場合はいつでも協議すると。そう、その実行可能なっていうね、まあ、ここが最大のポイントです。はい、今までそういう協議は1回もされたことがないです。なんか全く一緒なんです。外務省の官僚はその国民には伝えないけど、はい、ちゃんと分かってると思ってたんですよ。全く分かってないというこの本当に衝撃の事実ですよね。どうしてそういうことになっているのか、でなぜ日本の外務官僚はそれを知らないのかっていう歴史を、まあ、明らかにしたんですね。アメリカが1枚も2枚も上手だったっていうのはあるんでしょうか。うんうん、日本の偉い人間はその外国との交渉を密室でこうやりたがる、はい、海外ではオープンに結構されるものなんですか。まあ、もちろん隠すところもあるけど、はい、その主権が関わるような基本的な問題はやっぱりオープンなところでやるというのが原則ですから、うん、そうするとどんなちっちゃい国でもね、うん、こんな無茶苦茶な、ね、日本みたいな主権侵害される状況にはならないんですよ。でなぜ日本がそういうことになってるかっていうと、まあ、もともとその安倍さんのおじいさんの岸さんっていうのが、はい、まあ、永久戦犯容疑者として、獄中にいて、そこから出てわずか7年で首相になるわけですよね。その過程で CIA から資金的にも人脈的にもものすごく支援をしてもらって、ということはもうこれはアメリカの国務省が発表した資料で分かってるんです、うん、だからその最初にものすごい後ろ暗いところがあるからね、やっぱりその密室でやろうとするわけです、うん、なんでアメリカは岸さんを選んだんですか。一つやっぱりその能力が高いんですよ、その頭がいいし、体も強いんです。でもう一つは徹底した
あの反共思想の人なんですね。プラスそういうふうにするためにずっと育ててきた人間だっていう、この3つですね。さらにまた衝撃的だったのは、うん、アメリカは日本を防衛する義務はない、うん、ないんですよ。旧安保条約の下に行政協定っていう軍事的な取り組みがあって、うん、はい、新安保条約の下には地位協定ってあるんですよ、はい、でこの2つは、うん、あの内容は変えないっていう合意が最初からされてるわけです、うん、だからほとんど条文を1対1で全部対応して、ね、ほとんど一緒なんだけど、ね、条文の数が違う。そう、1個違うんですよね。で行政協定の方は29条あるのに、はい、うん、地位協定の方は28条しかない、はい、で何がなくなってるんだっていうと、うん、行政協定の24条っていうのがなくなってるんですけれども、それが、新安保条約で岸の最大の功績とされるアメリカによる日本の防衛義務、それと事前協議制度、はい、前期は米軍が日本を見捨てることはまあ事実上ありえなかったんだけど、はい、まあ、今は違うと。武器を買わされてその社会に貧困が生まれてるんだけど、うん、その買った武器は日本の安全じゃなくて危険を高めてるんですよ。富士演習場についてなんですけど、うん、ここは自衛隊の演習場であるにもかかわらず、うん、年間270日はアメリカが優先して米軍が使えるっていう決まりもあるんですよね。自衛隊の基地を米軍が勝手に使えたら、うん、お金もかからないし反対運動もできる、うんうん、起こらない。で自分たちが危なくなったら撤退しても何も文句ない、はい、そういう意味で今は非常に進んでるのが自衛隊基地の米軍使用。今ね中国がやっぱりもうすぐ経済大国になってますから、はい、その、うん、この東アジアの、ね、制空権っていうのがもう大体中国に今なりつつあるんですよ、はい、そうすると米軍は撤退して、はい、でも日本の自衛隊基地を自分が使えるようにしておいて、うん、究極的にはそこに核を配備すると、うん、もうこのシナリオは決まってるんですよ。だからそれをなんとか日本人が抵抗してね、はい、抵抗できるような指導者を選んで交渉しないともう大変なことになると。知ってはいけないというタイトルですが、日本人として知っているべきと思える本でもあります。怖いかもしれないけどぜひ手に取ってほしい一冊です。本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。